コンバインなんですけどね、結構危ない部分がたくさんあります。もちろんここからぐーっと藁が入ってきまして、最後ね稲藁をねここでカッターで切るわけなんですけど、ここにねずらーっともみをね落とした藁をね細かくするためのカッターの刃がいっぱいついてます。ここはねちょっと見てるだけでちょっとなんていうの、背中がゾクゾクするようなね部分です。これね相当切れるらしいんですよ。だからここは絶対に触らないでと教わりました、機械屋さんから。こうやって素手でヒュッて触るとすぐ切れるらしいです。なんかね鶏肉でもあればねちょっとやってみたいかなと思うんだけど、実験をね。まあでも確かにねものすごい切れ味です。もうねうちは子供がでかくなったからいいですけど、ちっちゃいお子さんがいるうちなんかはねやっぱりこういう機械にね、自分がそうだったようにものすごい機械に興味があると思うんです。ですからいろんな、どうやってカッターが切れてるんだろうとか、藁が切れるんだろうとか、藁どうやって結束するんだろうとかね、きっと興味本位にいろいろこう近づいていくと思うんですね、お子さんとかもね。本当にそれはね注意しないといけないなと思います。例えば多分これ後ろに開くと思うんですけど、私まだどうやって開けるかは知らないんですけど、まあ歯に異常はないんで別に開ける必要もないんで開けないんですけど、もしメンテナンスねしててこれを開けました、で近くにこう小さいね子供がうろうろしていて、興味本位に歯をふわって触ったりでもするとすぐもう手がね切れます。いくらこれエンジン止めてあってメンテナンスしてても歯自身が ものすごい切れ味なんで、ふっと触っただけで切れるって教わりました。ですからやっぱり本当にこの機械っていうのはね怖いなって思います。この中にいっぱい歯が並んでますけど、この歯にはやっぱり重々気をつけて、これからもね気をつけてやっていかなきゃいけないなって思います。いやーすごいなこの歯は、怖いね。はい、そういうねカッターコンバインについているカッターについてねちょっとお話ししてみました。ぜひ気をつけて作業していきましょう。だいぶ古くなって丸くなってるように見えるけどね、随分鋭いんだろうな。もちろん触らないけど、機械は怖いな。